英文の基本構造動詞の未来形 Future これまで現在形と過去形を復習しましたがこのユニットでは英語での未来の言い方について復習します。まず未来で表される状況について確認しましょう。その名の通り単純未来といってまだ起こっていない未来の出来事や状態 動作を表すすことができます例えば「Tom will walk to school tomorrow」「Tom は明日歩いて学校に行くでしょう」そういう状況になりますねこの最後の「tomorrow」ですけれども未来で使われる時間の表現一緒にここで確認しましょう「tonight」が今夜「tomorrow」明日「next week」 来週、next month, 来月。じゃあちょっとパターンが見えてきましたか来年であればどうなりますかそうですね。next year が来年です。three days from now で今日から数えて3日後 in the future これが将来にはっていうような意味になります。一緒に覚えてください。では、 英語での未来の表し方について勉強します英語の未来の表現がこれまで習った現在形や過去形と違うところはまず第一に英語の動詞にはいわゆる未来形という形がないんですねですから他の語の助けを借りて未来を表すことになります2つの方法があって will と begoing to 両方これから確認していきま,すまず「Will」という助動詞を使って未来を表す言い方を確認しましょう「Tom plays tennis every day」「Tom は毎日テニスをします」という現在の文を未来の文に変えてみましょう未来ですので時間を「Everyday」から「Tomorrow」「明日」というふうに変えてみます この文はまだ正解ではありませんので、ここからいろいろ変えていきます。二つステップがあります。まず、ステップ1ですが、well という助動詞を動詞の前、文の動詞の前に入れてあげます。いいですかステップ2文の動詞を 原型に戻してください。これは三単元の「S」などがない形です。いいですかこのように「Tom will play tennis tomorrow」これで「Tom は明日テニスをするだろう」という未来の表現になります。では同じように「Be going to」 をを使ってて未来を表してみます同じ文を使いますので Tom plays tennis それを tomorrow に変えたものから始めていきます Step 1同じです Be going to という語句を動詞の前に入れますまだ完成ではありません Step 2 これも同じです動詞,の原動詞を原形に戻します三単元の s などがない形のことを言いますねさて b going to の場合はもう一つステップあります step3b going to の最初の b を主語に合わせた形に変えてあげます B 動詞主語によって変わるのが覚えてますか変わるの覚えてますか ?I am, you are, we are などがそうですね。じゃあ、Tom であれば、そうです。Tom is, Tom is going to play tennis tomorrow. これで完成です。Tom は明日テニスをするだろう。という表現ができました。